にはね、亀田バージョン。はい。亀田バージョンありますか？何亀田？行きます亀田バージョン。新潟市受験生照り焼き産業。亀田光輝。あ、上流れだ。2時間お疲れやったな。3時になったからこっち始めるで。亀田光輝の俺の一本、エヴァーグリーン。早速コーナー行くで。ツッコミ道場。亀田で合点。このコーナーはな、亀田チームとランダイタチームに分かれて、亀田ツッコミ入れてもらうコーナーや。どんなツッコミだよ、それ。まぁ、10ラウンド勝負やけどな。1ラウンドで KO したるわ。亀田チームのテーマは WBA。ランダイタチームのテーマは WBC や。また狭いとこテーマにしたなぁ。もちろん亀田チームの先行や。判定してくれるのは、ディレクターのオトン。AD の大輝。ミキさんのトモキ。絶対亀田チーム勝つよ。まぁ、あ、ちゃちゃっと第1ラウンド。カーン。東京都ラジオネーム八百長。ディープインパクトのあまりの勝負強さに一つ突っ込み。亀田光輝か。あ、これええな。あ、ランダイタチームははがき読まんでもええやろ、これ。判定どうぞ。光輝、光輝、光輝。なんぼのもんじゃ一体ええや。もう第2ラウンド行くで。カーン。千葉県ラジオネーム、埼玉県、どっちやねん。ディープインパクトのあまりの速さに一つ突っ込み。亀田光輝のフットワークか。あ、これもええな。ランダイタチームははがき読まんでええやろ。判定どうぞ。来い来い来い、ナンバーワンじゃん。そうだろ、ランダイタチーム呼ばれてねえんだから。2対0で亀田チームの KO 勝ちや。音やった。この番組を聞いてたガッツ石松が一つ突っ込み。そんなバナナ。なるほどね。いろんな方たちが俺の一本やってくれるようになりました。そうね。だいぶ増えましたよ。まあ、じゃあ一回も判定は。判定はまあいいですけどね。照り焼き産業。いますね。今日はな、上田と有田が札幌のスナックに営業行ってるからな。代わりに俺がパーソナリティやったるわ。なんぼのもんじゃい。亀田光輝の俺らの一本、なんぼのもんじゃい。まあ、急な話やったからな。今日は競泳ジムからの放送や。早速コーナー行くで。亀田川柳、ランダイタ俳句。でいつもランダイタ俳句。何でも出てこねえんだ。内容は言わんでもわかるやろ。わからねえよ。言えよ。一枚目、東京都ラジオネームタコイズや。何やこいつ。こんなラジオネームのやつは本名呼んだるで。誰やこいつ。東京都の薬ミツルか。お前ラジオネーム変えろや。こんなやつのネタ読まんでええやろ。次行くで。読まなかった本当に。神奈川県ラジオネーム疑惑の判定。誰やこいつ。え、神奈川県のガッツイシマツか。お前もラジオネーム変えろや。こいつもネタ読まんでもええやろ。次や。沖縄県ラジオネーム裏取引。何やこいつ。え、具志堅横か。お前もあかんで。ラジオネーム変えろや。次行くで。東京都ラジオネームタコ糸。またお前か。お前1ヶ月はがき禁止や。一枚も読まねえな。まあや、続いてランダイタ俳句。と言いたいところやけど、はがきが1枚も来てへんねん。亀田川柳で読まれたやつは、俺が引き裂いた少年マガジンをプレゼント。ランダイタ俳句で読まれたやつには、俺が捕まえた鶏をプレゼントや。ということで一曲いっちゃうなんつってな。え？こいつめっちゃええ曲やからみんなも聴いてや。ハウンドドッグ、フォルテッシモ。この放送を札幌で聴いていた有田が一つ込み。そんなにハマってんだ。そんなに笑うんだ。あ、じゃあファイナルね。新潟市、照り焼き産業、18歳。トリオ照り焼くぐらいだろ、照り焼き産業は。今週もな、東京新宿大久保の競泳ジムから、全国一曲ネット。俺の自宅のみでな。俺の自宅のみで生放送。そうだろうな。亀田光輝のオールナイト日本でな。単なる家での悪ふざけじゃねえか、そラジオの前のおとん、大輝、ともきみ、番組のメール開放中や。受付アドレスは、家族でやってろよ、そしたら。受付アドレスはランダイタから。なんで仲良くなるんだ。いや、言いますよ。言いますけど、ぶっちゃけ亀田さんは、女子スケート選手の中では、誰が一番タイプなんですか？ね？さっさと受付アドレスを言えよ。誰なんですか？教えてくださいよ。もう、もうええわ。
受付アドレスは、なんぼのアットマークもんじゃい。もっとこむ。なんぼのアットマーク、なんぼのアットマークっておかしい。もんじゃい .com。メールはな、俺のまぶたの術後の経過を見られる番組のホームページからも送ろうぜ。アドレスは、じゃらんだいた。僕のタイプは、やっぱ荒川静香ですかね。聞いてへんわ、そんな。いいからアドレスを言わんかい。いやー、彼女はベネズエラではモテると思うんですよね。もうええわ。なんぼのもんじゃい .com。なんぼのもんじゃい .com。番組では携帯サイトも展開中や。アクセス方法ぐらい言わんかい。そもそも亀田さんはミキティのどこが好きなんですか？ミキティが好きなんで言うとらへんわ。胸ですか？胸なんですか？もうええちゅうね。携帯サイトは各社ともに胸なんだ。メニューカテゴリーからテレビ、ラジオ、メディアに入って、胸なんでしょ。まあ、競泳ジムのサイトにアクセスすると、大輝の着歌がダウンロードできるで。じゃあ、真面目な話、ミッキーのどこが好きなんですか？ヒップラインや。こんなランダイトのだんだん変わってきているキャラクターに一つ突っ込み。最近バラエティに出始めてる長州力か。たとえ突っ込み来ましたね。そう、そういうの一枚目に読めよ。たとえ突っ込みあるんだったら。まあ、まさかほら、なんぼのアットマークもんじゃい .com。これを一枚目に読むわけにいかないし、やっぱり。さあ、ファイナルランド高校ね。仙台市、今夜は斉藤。産業。俺はタクシーの運転手。今日は待ちに待った流行語大賞の発表の日だけど、仕事柄今日も遅くまで働いている。あ、またお客さんだ。バタン。お客さんどちらまで？競泳ジムや。なるほどじゃい。え、競泳ジム。なに、知らんのかや。知らないな。道案内したるわ。すいません、よろしくお願いします。今通り過ぎた交差点を左や。え？今通り過ぎた交差点？もっと早く行ってくださいよ。わざと遅れて道案内したのは俺入りのサプライズや。サプライズって何すか？料金が上がって損するのはお客さんの方ですよ。あ、メーター、あれメーター動いてない。あれおかしいな。こっそりメーターのスイッチ切っておいたのは俺入りのサプライズや。何もおじゃい！いや、困りますよお客さん。だってさっきからサプライズって何なんすか？何もおじゃい！いや、だから、勝手に、何もおじゃい！いや、メーターのスイッチを切られる、生放送！もう何か的になってる。いや、料金が生放送！今回は特別に無料とさせていただきます。この一部始終を見ていた西村智美が一つ込み、お金を払った方がいいんじゃないですかね。当たり前だよ。そんな当たり前の意見いらねえよ。なんで西村智美は一部始終見れたんだよ。タクシーに乗ってんだろうな、もう。相乗りしてんだよ。それとしか考えられない。さあ、それでは。最初は綺麗にね。行かないといけない。新潟市の照り焼き産業。俺は一本釣りのマグロ漁師。今日も。第一ラウンド俺読んだじゃないか。はい。ね。黒瀬と白瀬か。あれぐらいの長さ。それぐらいじゃないですかね。いきなりストーリーからっておかしいだろ。第一ラウンドは。俺はって。例えていいのがあったから。ならいいけどさ。俺は一本釣りのマグロ漁師。今日も朝早くから船を出し、こうしてマグロを待ち構えている。ん？早速獲物がかかったみたいだ。こっから1対1の真剣勝負。ガッ、これは大きいぞ。ありゃサバーどうやら勝負は俺の勝ちのようだ。ん？でもこれよく見たらマグロじゃないぞ。マグロじゃなくてこれなん、生のもんじゃい！カメラ、こい！どういうことですか？この海の真ん中に何してるんですか？マグロではなく、カメラ、こいが連れてしまったのは、俺流のサプライズや。生のもんじゃい！いや、サプライズって言われても、コマさんは一番に出荷できませんからね。生放送！いや、だからサプライズって言う、生放送！いや、カメラ魚市場、生放送！出荷で生放送！特別に、今日マグロと一緒に出荷させていただきます。市場でマグロとの隣に並べられているカメラの光景を見た、西村智美が一つ突っ込み。カメラさんは何がしたいんですかね。いや、それはさすがの西村智美さんでもそう言うよ、そら。並べられるわけわかんないんだから。マグロと一緒に。それがされたくて、海の中に行ったんでしょ。で、例えば。例えばどこに？カメラさんっていうところ。いや、例えじゃないよ。それは本当にカメラがいたんだから。あ、そうなの？うん。
例えて合点だっつってん。負けかな、俺。な、負けじゃん、そんなの、絶対。ちょっとね、これ、照り焼き産業。あなたのボクシング人生を変えるかもしれない。クイズ、亀尾ね。最初の挑戦者である中島みゆきは1万円でドロップアウトや。次の挑戦者はクリームの上で。あ、よろしくお願いします。第1問。かつて上田が婚姻届を持って恋人の家に押しかけ、覚悟はできてるんだよと言ったら警察呼ばよと言われて上田が言った一言はどれや ?A、何でも呼べ。B、構わねえよ。C、呼ぶなよ。D、何者じゃいや、これ簡単ですよ。C の呼ぶなよでしょ。ファイナルもんじゃいえあ、まあ、ファイナルもんじゃい。正解や。続いて第2問。かつて上田が恋人に開かせた店は何の店や ?A、もんじゃ焼き。B、たこ焼き。C、お好み焼き。D、生のもんじゃい。いや、これも簡単ですよ。C のお好み焼きです。生のもんじゃい。いや、違います。C のお好み焼きです。生のもんじゃい。いや、だからお好み、生のもんじゃい。いや、だから潰れた、生のもんじゃい。D のなんぼのもんじゃいで、じゃあ、ファイナルもんじゃいで、お願いします。ちなみにライフライン残ってるで。ライフラインは、音にテレフォン。大輝にテレフォン。ともきにテレフォンや。え?先に言っといてもらえますかね。もうファイナルもんじゃいって言っちゃいましたからね、僕。こんな上田のチャレンジを補欠ルームから見てた西村智美が一つツッコミ。私一番もわかりませんでした。そらね、俺に関する問題ですからね。よーし、絶対負けらんねえ。照り焼き産業。照り焼き産業しか送ってきてないの君んとこには。防衛省も大変だな。ラジオでも聞くか。同じ入りじゃねえか、こいつ。プチッ。あったかくして寝ろよ。僕から以上。ピッ、ピッ、ポーン。ランダイトさん、お疲れ様でした。それではこちらにマイクロフォンをいただきましょう。オールナイトニッポン、亀田グリーン。鳴らさなくていい。俺らランダイだと思われてるんだから。内藤が勝ち、大輝が負けるとき、新しい亀田家ボクシング用語が生まれる。ストレートの代わりにサミングを、ジャブの代わりに金敵を、肘でもええから目に入れる。オールナイトニッポン亀田グリーン。メールアドレスは肘でもいいからアットマーク目に入れろドクトコム。競泳ジムの金平会長のダイエット記録が見られる携帯サイトのアドレスは肘でもええからドット目に入れろコム。この番組を聞いた内藤選手に一つツッコミ。もう終わったことからいいんですよ。あ、内藤選手がそう言ったんですね。なるほど。なんかもうちょっと聞きたかったね、この放送。ここまでじゃなくてね。だからその、ね、久々出ましたね。ね、亀田栗、ちょっともうちょっと長文の方欲しかった感じをするけど。はい、さあ判定どうぞ。とか。うわ、やべえな。ラジオネーム、ノーキーですかね。はい。3、2、1、ハッスル、ハッスル。あれ?あれ?なんだこれ?チャンネル変えたら。アニマの浜口が、カメダにインタビューしてんじゃん。ちょっと見てみっか。まずは合議。試合中に肘で目をやれって指示したのは運動がおい。お前な。でもな、肘で目をやれっていうのは、カメダ家のボクシング用語で、肘を上げてしっかりガードして相手の目を当たりを狙えって意味やね。おー、なるほど。それで肘を上げて一体何をガードするんですか?何をガードするって自分をガードするに決まってるやん。ふざけるなよ、おい!よくも強行ガードせずに、自分をガードしてくれたな、おい。男なら、自分を犠牲にしてでも、強行ガードするに決まってるだろ、おい。おい、亀田光輝。俺が今からあることを言うからよく聞いとけよ。行くぞ!キラ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 !うわー!ナバモンジャイ!すいません。では、次の質問、大輝、あなたに聞きますよ。おい、大輝、お前が反則をしたのはセコンドの指示ですか?それとも自分の意思ですか?どっちだ、おい。ふざけるな、おい!なんで何も喋らないんだ、おい。
何でも喋ることあるだろう。例えば京子のこととか。言っとけば、俺は京子のことだけで10日間喋り続けられるぞ。うわぁ！あんな、アニマル。大輝はな、あの試合以来何も喋られへんねん。最近の大輝はずっと包丁見つめてるんや。そのぐらい精神的に追い込まれてんねん。ふざけるな、おい！なんで包丁なんか見つめてんだ、おい！どうせ見つめるなら、京子を見つめた方が一億倍楽しいだろ！おや、亀田大輝。お前よくも京子を見つめずに包丁を見つめてくれたな。行くぞ！ケラ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 ！なんでだよ。うわぁ！だからなぜ？生放送！なんでそこで被せてくるんだよ、また。すいません。じゃあ最後は何か一言ありますか？まあ、いろいろ悪く言われてるけど、おやじは俺らにとってやっぱ世界一のおやじやからな。やっぱおやじは世界一や。ふざけるな！なんで京子じゃなくて、亀のおやじが世界一なんだ。世界一は京子に決まってんだろ。おい、亀田光輝。よく京子じゃなくて、おやじが世界一と言ってくれたな、おい。じゃあ行くぞ！キャラ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 ！うわぁ！こう言われた亀田光輝、アニマル浜口に一突っ込み。なぁ、おじゃん！そのことも聞いたアニマル浜口がさらに一突っ込み。すいません。いや、だから、さっきから出てたよ、そのくだり。なぁ。いやいや、違うの持ってこいよ。論点返しでもなんだろ。ずーっと2、3回あったよ。そのくだりは。久々出てきました。なあ、来たな、アニマル、久々に思い出したかのように。インタビュー、まったくおかしいじゃんって。なあ。今日から話をしようって。インタビューは務まりませんからね。さあ、それでは。